今日はちょっと竹田城の周辺の竹田ゆきについて水尾さん、それから竹田城に登られる方いらっしゃった。ちょっとね、珍しいですね。ここはあの神社もあるんですけど、4つのお寺があって、でそこはまあ4列になってね、ちょっと4つお寺が隣り合わせてるっていうのは結構珍しいですね。で、あの他にはあの、まあ、この近くじゃないですけど、伊賀上のですね、あの東道高虎のお城ですね、うん、伊賀っていえばあの忍者の里ですね、うん、濃いですね、いいですね、餌をくれるかと思って今頃打ち明けてますからね、生産の気持ちあれですねで、伊賀上野にもずっとこうお寺が並んでる地域なんで、ね、あれはどうしてそうなってるのかちょっとよくわかんないんですけどね、こっちはお寺を貸してます、ね、そういう地域ありますね。でおそらくその、竹田城は廃城になる前は非常に栄えていたんだと見えないかなと思いましたね。神宮台の繁栄台の辺は繁栄部の、お相撲を見るところとかね、繁栄部はなかなかちょっとないんですよね、うん、なんか餌くれると思ってこっち向いてますね。そしてこれなぜかドラえもんね。なぜかドラえもんって、ね、なぜでしょうね。なぜかドラえもんとミッキーマスがいます。思考を凝らしてていいんじゃないですかね。あそこにゴジラですね。ゴジラがいますね。ホイとゴジラとピカチュウ、ピカチュウですね。ピカチュウにドラミちゃんですかね、ピッツイちゃんかな、ドラミちゃんかな、うん、ここから見るとこちらが通っていて、ちょっと珍しいです。で竹田駅はちょっと裏側に駐車場があるので、ここを使いながらではいいと思います。ちょっとね道幅狭いんで、ちょっと